これから噛み合わせと体の関係について解説いたします。噛み合わせと言いますと歯医者さんを想像される方が多いと思います。実は姿勢がすごく重要な問題になっていることを皆さんご存知ですか？噛み合わせというのは左右高さが違ったりとかそういった場合に起きやすくなったり、あとは状態によっては噛み合わせが悪くなると噛む状態の咀嚼が悪くなったり、あとは咀嚼が悪くなることで胃腸への負担などさまざまな問題が起こります。ただ当院に来院されている方を拝見していると噛み合わせが悪い方というのは非常に姿勢が悪い方が多いと言えます。体が左右にぶれたり姿勢そのもので肩の位置が違ったりとか、そういった方に噛み合わせが悪い方というのが非常に多く見受けられます。当センターでは噛み合わせと体の関係について分析して非常に多くの方に治療を行っています。それが改善することで胃腸のバランスが整えたり、はたまた姿勢が良くなったり、そういった方が非常に多く来院されています。当センターでは来院された方のお体をしっかりと拝見し、不調の根本原因を分析して治療および豊富な指導をご用意しております。今回の内容についてはいかがでしたか？もし何かお困りのことがあったらお気軽にご相談ください。詳しくはホームページをご覧ください。